徳丸ゆきと青木里奈のチャンネル、イエイ、やってまいりました。はい、サマージャンボ宝くじ開票日でございます。いやー長かった。じゃあとりあえず箱入れましょうか。あ、そうですね。はい、我が子たちでございます。この中はまだ冒頭神社の空気が入ってますからね。そして今回はですね、先日佐賀県では豪雨災害がありました。たくさんの方が今大変な思いをされています。ですので今回の当選金は全額寄付にさせていただきたいと思います。気持ちにかもしれませんけれども、そして今後も復興に向けて、私たちもね、いろんなところで協力していけたらいいなと思っております。はい、たくさん当たってたくさん寄付したいと思います。開封の儀です。できるだけさ、ここの空気を私も浴びてさ、今後に生かそうと思うわ。ちょっともう中の空気俺吸っとこうかな。私も吸おうと思ってこの状態よ今。でーん、まあ各1万円ずつですね。お、なんか入ってる。そうそう、これ入ってる。へー、今回はですね、あのスタッフさんにですね、当選番号を準備してもらってますので、はい、そちらを見ながらやっていきたいなと、皆さんも出てくると思いますので、はい、それでは、はい、それではサマージャンボ宝くじ1等5億円下一桁は6。あります。あります。3枚ですね。3枚ですね。ありますね。それでは続いて1等5億円下2桁目は2。惜しい。あ、惜しいじゃん。惜しいってね。3。1、1、9、3、2、6。組もないわ。ということは、一等も組違いもないですし、まあ前後賞もないですしね、もちろんね。まあまあ、これまあいつもの流れだったら、こっからっすよ。よしよし、まだ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 頑張ってみよう。そうそうそう、何を頑張るか分かんないけど、まあ一旦ね、気を取り直して。ハモるほど気を取り直して。こちら2等は1000万円です。2つあります。あ、これじゃあもしかしたら2000万円になる可能性もあるってことでしょ。お願い。2等1000万円1桁目0あります。あ、あります。それはあります。ちなみに何ですか、2桁目は7630です。7630、はい、私、630。おっと、2人6いる ?3 もいる。0もいる。しゃあ。とりあえず、ここクリアしないとね、まずね。宝刀神社の方からください!いきます。2等、1000万円。下、2桁目は、5です。だからこの100分の1を超えられないなかなかな。すごいね、このさ、うちとか4つあるんだよ。9桁中の4つあって5入ってないんだよ。そうね、まあ、ほぼ半分でない10分の4。なんと2等は2つあります。よっしゃー、決めよう。2等お願い、1000万円2つ目です。下1桁あります。ここはありますか。あります。ちなみに036です。私次は
私は0367です。おお、なんか近いね。もうやだやだ、近くない方がいいよ。バラバラだった方が当たれるんだから。行こう。2等1000万円2つ目の下2桁目は3。しょ3、1、来た3、1、来てる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 、超えた超えた超えた、やったじゃん。来た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 。なので次は4か1かってことですね。頑張ろうぜ。頑張ろう。力は合わせることあんまないけど合わせようぜ。これどうやって力合わせるか分かんないけど、まあ頑張りましょう。だから4か1で、うん、よっしゃ行こう。2等1000万円2つ目ですね。下3桁目1。でもなかったよね、こんなの。だここまでは1回だったんだよね。そうそう、ゼロ、次ゼロね。次ゼロ。2等1000万円2つ目です。下4桁目はゼロ。マジ？ちょっと初めて来てるじゃん。初めまして、初めましてじゃん。あと2桁ってこと？あ、組もあんだ。組もある。どうすんだよ、心臓痛い、心臓痛くなってきた。見せて見せて心臓。じゃあ心臓じゃないよ。はい、続いて、だから次は3ですね。うわ、もう3で1は1だから、1は1だから3出れば、3出ればもうで組はと、3出たらいいってこと。やばいよ、もうだってうわ、3出たらいいってことか。オッケーオッケー、オッケーオッケーオッケー。で、今の気持ちどうですか？もうわかんない、もうわかんない、もうわかんない、どうしようかな。2等1000万円2つ目です。下5桁は6。心配してくれてる、トン君が心配して上がってきたわ。大丈夫だよ、そんなショックじゃない。大丈夫だから、もう大丈夫です、ありがとう。さあ、ということで、2等1000万2つ目は160131の、06組でした。まあまあ組もちょっと違いましたね。っていうか、よ、1234桁目まで合ってたの。あ、汗かいたね。初じゃないか。初めてだよ。取っとく、これもここ貼っとく。いや、外れてんだそれ。まあまあ、でもすごい、まあ検討しましたね。そうね、検討した。楽しませていただいております。いいぜいいぜ、いいぜ。リアルでさ、こんなドキドキしたの久しぶりかも。いや、まだありますから。3等ね。3等が100万円、まあ、100万円ですよ。偽善、ありがとうございます。3等100万円下1桁は6。6さっき出たじゃん。何ですか、ちなみに。6は6か0か3です、次。0か6か3？うん。一緒だ。だから0か6か3が出たら、次に行けるってことね。OK、うん。お願いします。続いて3等100万円。下2桁 !9! さあ、終わりに向けてがまだあるから、ちょっとでも当たったら寄付できるから。そうだね、本当にちょっとでも
で今回4等は5万円で、はい、この番号が合ってれば OK。 あ、組関係なくね。はい、4等5万円です。当ててくれ、当ててくれ。下一桁は当ててくれ0。なんか多ない今日、今回またなんか結構偏るやつなのあれって。まあ運がこう偏ってるの。まんべんなく来る方が怪しいけどね、逆に。そうね、1,2,3 で下桁がずっとなってたらね、うん、やだね。さあ、続きまして4等5万円下2桁目は3。あらら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 。4等5万円下3桁は2。2じゃないの。4ですね。2なんやない。4ですね。え、2じゃなかった。2やったかも。かもってない。4等5万円は各組共通で137230ということでございます。あー世界。次が、5等1万円で下3桁合ってれば。さあ、では参ります。5等1万円下3桁一気に参ります。113。なーい。ない、絶対にない。じゃあ6等3000円です。行こう。はい、それでは参ります。6等3000円、これは当たってほしい。下2桁一気に参りましょう。ダダン。1、2。あるんじゃない。あ、ないか。あ、ないの。これやばいぞ。え、マジやばじゃない。とりあえず行こうか、最後まであと1個だから。とりあえず行こう。はい、じゃあ7等300円です。これはだってね、連番で買ってますから。下一桁です。はいはい。参りましょう。7等300円。下一桁は、2。2。私は、7等300円の3枚あたりで900円。そして、7等300円、4枚あたりで1200円。ということでございまして、どういうことなんでしょうか。お話し合いが終わりました。はい、動画の冒頭にも言ってましたけれども、うん、当選金額をね、はい、全額令和3年佐賀豪雨の災害の、ま、復興なんかにね、寄付しようかなという話をしていたんですが、合計2100円。そうですね、もう計算もちょっとままならないんですけど、2100円を寄付するのも、うん、ちょっと私心苦しいので、これに私たちで自分たちでちょっと足しまして、はい、物資を、うん、ね、送らせていただきたいなと思っております。そうだね、今すぐ必要にしてる人たちがたくさんいると思うので、はい、もちろん今後の復興に対しても応援はしていきたいんですけど、うんうん、それはまた別で考えていきたいので、ね、今すぐ近いんで。そうだね、すぐ持っていける、距離でありますので、まあ、そういう形での、まあ、支援をできればなと、今回はそういう形にしようかなと思っております。先日思い出ボランティアセンターにちょっと別でね、物資を持って行ったんですけど、その時も日々こう必要なものが変わってくるとか、必要なものをたくさんこう増えてくるということをおっしゃってましたので、そういったこう今必要なものをお伺いしてお届けしようと思ってますので、見た方で必要なものがあって持っていきたいっていう方いたら、ぜひ母屋ボランティアセンターなんかに行っていただければなと思っております。はい、さあ、というわけで今回のサマージャンボ宝くじは、唐津市にある宝東神社に行って、そしてサマージャンボもう当てるっていう動画でした。当たりました。正直まあ当たっております。そうね、嘘ではない。何かしら当たってる。はい、共に夢を楽しんでくださった皆さん、本当にありがとうございました。今後も動画で皆さんに元気を与えられるように頑張っていきたいと思います。そして佐賀豪雨で被害を受けた皆さん、そしてボランティアなどなど、いろんなところで頑張ってる皆さん、私たちはずっと応援し続けますので、
ぜひぜひ今後も体に気をつけてお過ごしください。それでは以上、青木りなと徳丸ゆきでした。この当選発表前のこの販売が終了した8月17日ぐらいからずっとこのサマージャマ、ちょっと何を買うのかとか、動画で何に使おうかとか話してて、でその間に大雨が、そうだね、ちょうどねその頃に大雨があって、はい、あ、これは何かしないといけないなっていうことで、うん、私たちには宝くじで助けられるかもしれないっていうその熱い思いを抱いてたわけなんですけれども、はいはい、でもこのおかげでなおさらこういろんなことにねこう目を向けて、そうだね、行けたっていうのもありましたし、はいはい、そのお金のことを考えたおかげで夢が広がったわけですから、そうね、まあ、そういう意味で夢を与えてくれた、本当本当違う夢でした今回は、だからいっぱい稼いでたくさん寄付できるような人間になりたいと私は本当に思いました。はい、この動画が面白かったな、面白かったな、なんか応援してやってもいいかな、そう、ね、って思って、少しでも思ってくれた方は、いいのボタン、チャンネル登録、なんでもってベルマークの通知お願いします。楽しい。